待ち合い。それでは早速どんどん始めていきたいと思いますんで、ご覧ください。どうぞ若い方もお集まりいただいて、今からパーッとパーティーを開くような感じで盛り上がってまいりますんで、今日販売するのはもちろんこちらでございます。さあ、ご存知バナナでございます。皆さんが大好きなバナナね。こんなバナナはね、あまり見たことがないと思いますけども、まだこちらが緑の状態ということは、今から家に持って帰って家で熟成させて食べて一番おいしいという、そんな状態でございますんで、今日無理に食べなくても大丈夫、そんなことを考えていただけてね、ぜひ考えていただいて、お買い上げいただきたいと思いますんでね、お付き合いの方よろしくお願いいたします。ご覧の通りこちらに置いてありますこのバナナ、期限は台湾台中で、流れ流れてところぞね、こちらバナナは1本で卵3個分の栄養価なんときたもんでございますね。バナナは1本食べれば1日長生き、2本食べれば2日長生き、3本4本5本も食べればもう死ぬまで長生き間違いなしでございます。そんなことを考えていただいて、皆さんにただこれを食べていただきたい、買っていただきたい、一つ言いたいことはそれだけでございます。皆さんにお願いしたいことは、値段買いたいなという値段が来たら手を挙げていただいて、はい買った、それだけでございますんでね、ぜひお使いの方よろしくお願いいたします。それでは早速どんどん値段の方言っていきたいと思いますけれども、現金な話、普段でございますがこちらのバナナ一房なんと400セーベンで売っておりますね。400セーベン、ちょっと頭で考えておりますね、一体いくらなんだろうと。そんな換金する場合だったらもう買ってくださいというわけではございますが、400セーベンなんか誰も買ってくれないから、もちろん一気に下げさせていただきます。今日はまずはなんとこちら200セーベンからいかがでしょう。さあ、200セーベンいかがですか、買う方はいらっしゃいますか。さあ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 、高い、はい、わかりました、そんなに言うんだったら下げます。190セーベンいかがでしょう。ダマい、はい、180 170、あれ160 150と、なんだ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 、もう皆さんが考える気が全くないような状態でございますけれども、なんてことでございましょう。もうね、初日一気に下げて、なんと私ももう皆さんのために考えてまいりましょう。150セーベンからなんと清水の舞台から落下さんで飛び降りるような気持ちで、さあ50セーベンいかがでしょう。さあ50セーベン、なんと一気に100セーベン下がる、こんなことあります。50セーベン、さあ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 、まだまだ買わないですかね。なんだなんだ、まだまだなんて言ってる間にですね、もうこれ以上下がることはなくなってしまう可能性もありますが、できれば買ってほしい、そんな値段なんかやってます。私も皆様と同じ人間、家に帰ったら妻も子供も寝ております。まあただ寝てるだけではございますけども、そんなことをさておき、できれば生活のために買ってほしいという気持ちではございますけども、こちらのバナナ50セーベンでまだ誰も買わないというのならば、もうちょっと下げさせていただきましょう。さあ40セーベンいかがでしょう。40セーベンいかがでしょう。頭の中で計算しておりますが、頭の中で計算するぐらいだったらもうとっとと買ってほしいというわけではございますが、もうこれ以上言っても無駄だなと皆さんの気持ちなんとなく分かっております。次が最後でございますね。こんなことを言うのは普段はありえませんけども、次が最後の値段でございます。50、40と来ているわけですから、皆さんの中でほぼ見当がついていると思いますが、ここの値段、今日はですね、こちらのバナナ、ね、協定を破ることにはいきませんので、これ以上下げることはできません。そんなことを考えていただいて、皆さんのお財布と相談していただいて、ご買い上げいただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ無理のない程度にとは言いながらもですね、こうやってなんとなく見てる感じを見るとですね、ああ買わないのかなと思ってしまいますが、今先ほどねお父さんが言ってました、こんなのこれ持って帰るの嫌だよと、そんな方がいるかなと思って、分かってます。なので今日は特別になんと女性の方が多いということが分かってましたんで、ハンドバッグをお付けします。さあどうでしょう、ハンドバッグね、物を見てからじゃないと納得できないでしょう。もちろん先のお見せいたしましょう、こちらでございます、特別なハンドバッグ、これ見たら大体皆さんが買いたくなる、はいこちら、さあこれだ、さあこちらとっておきのハンドバッグをご用意しておりますね。こちらをね、このバナナをこの中に入れて持って帰りゃね、あいつはただのおしゃれ野郎とね、そんな感じでね、いけますんで、ぜひそんなの考えていただいて、どうでしょう、このバナナにこのおしゃれなハンドバッグをつけて、さあお姉ちゃんも買う気になりましたか、お父さんお母さんに聞いてきて、ぜひ買っていいんだったら手を挙げていただいてよろしくお願いいたします。いかがでしょう、これとこれのセットで40セーベンで売ろうとはしてましたが、今日はこんなに皆さんがいつまで経っても買ってくれないんだったら、もう一気に行くしかない、次が最後の値下げでございますんで、ぜひ皆さんお気持ちの準備の方よろしくお願いいたします。さあ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 、物の始めが一ならば国の始まりは大和の国、島の始まりが淡路島と来たもんでございます。ヌスットの始まりが石川の五右衛門ならば、博打打ちの始まりは熊坂の長藩、そして地球の始まりはビッグバンと来たもんだ。それでは行きましょう、最後一気に下げさせていただいて、40セーベンからなんだこちら30セーベン、いかがでしょう。さあ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 、もうこれ以上下げることはできません。これ以上下げたら私の八百屋生命がなくなってしまいますんでね、もしよろしければそんなことを考えなら、こちらを30セーベンで買っていただけたらななんて思うんですけど、誰も買ってくれないという感じになりますかね。まあそんなに言うんだったらもう私もこれ以上やってもしょうがない。あ、お父さんどうします、やっぱりこれは困っちゃいますか。お兄さんお断り、
ちっちゃいんだったらいいよということね、ということもありましてね、そんな方がいたらですね、今日は特別にこちらの小さなバナナね、そんなに言うんだったらこちらの2本で10セーブ円とかいかがでしょうね、そんなのも可能ですんで、もし買いたいよなんていう方が誰も買わないんですね。 OK OK、 わかりました。今伝わってきました、伝わってきました。もしですよ、これも関係ないですね、はい、こちらのバナナ一房にハンドバッグ、さらにもう一個おまけがついてきたらどうします。こちら私の腹の中で温めてました、こちら美空ひばりさんの庭に落ちていたという石ね、この小石をなんとセットにして、さあ30セーブ円いかがでしょう、さあ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 いかがでしょうか。なんだなんだ、伝わってきますよ、伝わってきますよ、こんなものを絶対に買わないという強い意志。お名前よろしいようで、ありがとうございました。めっちゃ感謝してる時、おー